ヤーコフジュガシェビリ、ヤーコフヨシホビチジュガシェビリ、1907年3月18日から1943年4月14日は、ソビエト連邦の軍人、最終階級は陸軍中尉、ソビエト連邦政府の第二大国家指導者であった、ヨシフスターリンの長男として知られ、ヤーコフスターリンと表記されることもある。1907年3月18日、 帝政ロシア時代のグルジア地方、クタイスク近郊にあるバジ村に生まれる。両親は共にグルジア系ロシア人で、母は下手屋、父はロシア社会民主労働党の政治家、ヨシフビッサリオノビチジュがしびり、後のヨシフスターリンであった。一家の長男として、父スターリンからはヤーコフと名付けられたが、一家は同年に母が病没する不幸に見舞われる。父は、 母の死を嘆き悲しむ一方、その間に生まれた、ヤーコフの存在を疎んだ。親族に預けると、ウラジーミルレーニンの副審としての活動に復帰し、ヤーコフを帰り見ることはなかった。幼少期をグルジアに住む、おばのもとで過ごす中、第一次世界大戦と、ロシア革命で、帝政ロシアは、倒れ、新たに成立したソビエト連邦政府を通じて、父は、 権力の階段を上っていく。やがて青年期を迎えたヤーコフは、母の兄であるおじの勧めで、より教育制度の充実している首都モスクワに移住する、ことを勧められる。この時、すでに国家指導者となりつつあった父を頼りに、訪れている。だが、父は、同じ政治家であったナジェージダ・アリル・ウエワという女性と、再婚しており、その間に、ワシーリー・スターリンという異母弟まで生まれていた。 教育自体も父の故郷で話される、グルジア語しか使えず、まず、ロシア語を学ぶところから始めねばならなかった。父スターリンはヤーコフに常に冷淡な態度で接し、ただのできぞこないと言ってはばからなかった。1925年、ヤーコフは、ウコリニキ電気学校を卒業して、電気技師となった。同年には、モスクワで知り合った女性、ゾウヤと結婚しているが、 これも父からは全く歓迎されなかった。1928年、一向に父から認めてもらえないことに思い詰めたヤーコフは、拳銃で自殺未遂を起こしている。幸い一命を取り留めたが、父は心配するどころか、ますます長男に冷たく当たり、あいつは銃をまっすぐに撃つこともできんのかと吐き捨てたという。退院後、父の名セルゲイ・キーロフの助言により、 ヤーコフは妻像屋と共に、レニングラードに転居した。変電所の電気修理工として、家族を養うが家庭でも不幸に苛いなまれ、1929年、初め頃に誕生した長女は、同年10月に死亡、妻とも後に離婚している。1930年、ヤーコフは、勉学に復帰することを決意して再びモスクワに戻り、カイ・イージェルジンスキー名称モスクワ輸送技師。 大学熱物理学部に入校を許可されている。1935年に同大学を卒業。1936年からスターン名賞工場の技師として働いた。1937年、スペイン内戦など国際情勢が緊迫化する中、労農赤軍法兵アカデミーや幹部に入校して法兵士官に転じた。私生活では1938年、 オデッサ出身のユダヤ人女性ユーリアメリツェト再婚、第二次世界大戦の最中となる1941年に共産党へ入党した。1941年にドイツのソ連侵攻による独ソ戦が始まると陸軍中尉となり前線に従軍した。1941年6月27日、第14流団法連隊の中隊長としてドイツ。 中央軍集団所属の第四装甲師団と交戦、7月4日に中隊はビテブスクで包囲され、7月16日にヤーコフは捕虜となった。ドイツ側の尋問調書によれば、同じく捕虜となった友軍兵士によって指揮官の注意がスターリンの息子であると知ったという。ソ連の国家指導者の息子が捕虜になったというニュースは大いに戦争宣伝として活用され、 ベルリンのラジオで宣伝された。ソ連側は、北西線政治局がヤーコフと、ドイツ軍将校が歓談している写真が掲載された、ドイツ軍作成のビラを入手、8月7日に、軍事会議議員、アンドレジダーノフに送ったことでスターリン知るところとなった。ジダーノフが事件について報告した際、スターリンは、息子が自分を困らせるために、 わざと敵に捕まったと考えたという。ソ連政府は敵に捕らえられた捕虜に対して厳格な態度で臨み、捕虜は祖国への裏切り者として見放され、家族も同罪として逮捕されていた。スターリンは自分の息子にも軍律を適用することを命じ、ヤーコフの妻ユーリャは強制収容所へ送られた。同年の秋にはヤーコフの身柄はドイツ本国に移送され、 宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスの管轄下に置かれ、1942年、はじめにハンメルスブルクの商工収容所、オフラグサーンデ d 同年4月に、リューベックのオフラグ XC に移送された。最終的にヤーコフは、ブランデンブルクのザクセンハウゼン強制収容所に送られ、連合軍交換の親族が収容されている区画で、戦争虜として生活した。 対戦後期、配色が濃厚になった、ドイツ側は、スターリングラード攻防戦で捕虜になった、フリードリヒ・パウルス元帥とヤーコフの交換を、ソ連側に提案したが、スターリンは、注意と元帥を交換するバカがどこにいるのかねと、一周したという。また、逆に、ヒトラーの親族で捕虜になっていたとの交換も、提案されたが、これも拒否されている。 実質的に父親に見捨てられる形となったヤーコフは、この事実を宣伝放送で聞いて、衝撃を受け、ひどく落胆したという。それからしばらくしてヤーコフは収容所内で死亡した。死因や経緯については、不明瞭な部分が多く、収容所で他の捕虜と共に更新させられていた、際、突然監視の制止を振り切り、鉄条網に突進して、撃て、と叫び、 監修に射殺されたとも、電気作に突進して、感電死したとも、自殺したとも伝えられている。ヤーコフに冷淡な扱いをし続けていたスターリンだが、部下から息子の最後を聞かされると黙って彼の写真をじっと見つめたとされる。また、死後はヤーコフについて、厳しい言葉で語ることも少なくなったという。1977年10月28日。 ソ連最高会議官部会は、ドイツファシスト占領者との戦いにおける不屈さ、捕虜における勇敢な行動に対して、ヤーコフジュがしびり上級注意に一等祖国戦争訓を授与した。しかしこのことは秘密とされ、誰にも知られることはなかった。モスクワ輸送技師大学とカイ・ジェルジンスキー、名称砲兵アカデミーには、彼の記念碑が立っている。 モスクワ鉄道輸送技師大学の博物館には、ザクセンハウゼン収容所の仮想場から取られたハ土の入った骨壺が設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。